雄女塚遊女塚は、兵庫県山ヶ崎市神崎町にある遊女の墓碑。神崎町の梅替公園にある全高212センチメートル、幅120センチメートル、奥行き100センチメートルの墓碑で、1692年に、建立された。正面の名号、南無阿弥陀仏の両脇には、弥陀仏と遊女墳も、極楽の、発信法師のうちの春劇の歌が二行に分かれて、 国名され、両側面に、元禄五人新年、正月の根流時期が刻まれている。背面には、遊女五人の名が刻まれていたとされるがその形跡はない。神崎川沿いに立つ、コンピラ山の石灯籠コンピラ大権現を、祭り公開の安全を記念するとともに、東大の役割を担っていた。某碑が建てられた神崎は、八十五年に、神崎川と淀川が結ばれ、 瀬戸内海方面から京都に至る船舶が停泊する、交通の要所地となった。次第に、河口の港町として繁栄し、天下第一の落地と呼ばれるようになる。ここでは遊女たちが、今用など諸芸を、泊まり客に披露し、遠遊に興じる人々で賑わっていた。ニュラインの伝承、古演儀では1207年3月、法年がさぬきへの御留の途中、 神崎で行った教家により5人の遊女が自らを懺悔し、念仏を授かり、神崎川へ受水した。住民はこれを憐れんで意外を川岸に葬り、遊女塚とし、法年は釈迦堂に抵抗し、さぬきへ旅立つ。同年12月、法年は直面による京都への祈祷再び釈迦堂において、遊女たちの母提を弔ったとされている。 その後1697年に刊行された国家万葉記には、植塚、一名形成塚と運、神崎村の渡り口より、東都外部の文献において最も早く記され、1796年から1798年に刊行された説明書図絵には、遊女宮城墓、神崎の北一丁元、田んぼの中にあり、 村民形成塚また女郎塚とも呼ぶ、後世山ヶ崎女郎院よりここに墓姫を建て、表には六時の名号、裏には遊女五人の名を得ると記されている。八百六十九年、現地の溝にかかる小橋として使用されていたのを、村民が発見し、修復、神崎の北一丁余りの田んぼの中にあったが、九百十六年五月、第二本セルロイドが土地一帯を買収して、 工場を建設したため、神崎村の生寺寺内村の道路脇に移転された。さらに、太平洋戦争以後、道路事情の変化により、現在地に移転している。母姫の根流時期が前日の1692年とされ、5人の遊女や法年の年期とも縁がなく、理由は明確ではない。一説には4年後の女来日本堂再建に先立ち、城在を募るため、 もしくは法年による友女教家の伝承を蘇らせ広く信仰を集めるためなどと考えられているが憶測の域を出ていない。ただし当時の時代背景として1520年に如来院が神崎から天ヶ崎へ移転させられたこと、その後原独期に産経や会長が盛んとなる一方、遊郭も繁栄してきたことが同時との関連として挙げられている。ありがとうございます。